1世紀から5世紀のある時期に、ヒンドゥー教の聖人パタンジャリは、古来からインド全土で実践されてきた瞑想の伝統を体系化し始めました。インド文明とほぼ同じくらい古い技術を196節からなるヨーガスートラにまとめたのです。その経典でヨーガは首輝きをつけると定義されています。外界の事物に向かわぬよう心を抑制し、純粋意識の状態に至ることを目指すのです。時を経てヨーガは体操やレスリングから身体的要素を取り入れました。現在では様々な種類のヨーガがありますが、ほとんどがパタンジャリの実践した3つの核となる要素を保持しています。つまりポーズ、呼吸法、瞑想法です。ヨーガは身体的、精神的要素が融合した運動で健康に良い影響を与えると広く考えられています。例えば筋力や柔軟性を高め、心肺機能を向上、精神的な健康状態を良好にします。しかし古来の伝統による効能は現代の研究で裏付けられているのでしょうか。多くの研究者が試みましたが、ヨーガの効能に関して断言することは困難です。独特な動作の組み合わせ方により、どの要素がどの影響を及ぼしているのか特定が難しいのです。さらにヨーガ研究はサンプル数が少なく、多様性に欠ける上、自己申告に大きく依拠するため、結果が主観的になりがちです。しかし、ヨーガによる健康への好影響のうち、比較的確実性の高い根拠を有するものもあります。まず、柔軟性と筋力です。体を曲げ、ヨーガのポーズを取ることで、多数の筋群が伸びます。ストレッチにより短期間で筋肉や靭帯、腱の水分量が変化し、それらの弾性が増します。さらに定期的なストレッチにより時間をかけて幹細胞が刺激され、新たな筋肉組織や弾力性のあるコラーゲンを生み出す他の細胞に分化します。頻繁にストレッチをすることで反射的な筋肉の収縮が減り、柔軟性が高まるので痛みへの耐性が向上します。どの種類のヨーガがより柔軟性を向上させるかはまだ分かっておらず、そのため特定のポーズによる影響もはっきりしません。しかし体への負担が少ない他の運動のように、ヨーガが健康と柔軟性を向上させることは確実です。さらにヨーガは潜在的に有力な治療手段であることも分かっています。さまざまな筋骨格系の疾患を持つ患者に関する研究で、ヨーガは体に負担の少ない他の運動より痛みの軽減、可動域の改善に効果があると認められました。今習慣的に行っている運動にヨーガを加えたとします。すると筋力や柔軟性が向上し、治療が困難な症状、例えば慢性的な腰痛や関節リウマチ、骨粗鬆症などに効果があるでしょう。さらにヨーガでは動きと呼吸のコントロールが連動しており、肺の健康への効果が認められています。慢性気管支炎や気腫、喘息のような肺の疾患になると酸素を運ぶ通路が収縮し、血液に酸素を運ぶ膜も弱まります。しかしヨーガに見られるような呼吸法は、通路を狭めている筋肉を緩め、酸素の拡散を改善するのです。血液中の酸素量を増やすことは、十分な酸素を全身に送るのが困難な心筋が弱い人にとって特に効果的です。心臓に問題のない人でもヨーガにより血圧が下がり、心血管系の疾患に対する危険因子が減りうるのです。最も支持を得ているヨーガの効果は証明が最も難しいかもしれません。つまり精神面への影響です。ヨーガと精神的な健康状態は関連すると言われて久しいですが、ヨーガによる精神面への影響について決定的な証拠はほとんどありません。代表的なヨーガの効果の一つに、うつや不安障害の症状の改善が挙げられます。しかし症状の原因や程度が様々であるように、その診断も個々に異なることから、ヨーガの影響を測ることは難しいのです。しかしストレス症状の軽減にヨーガが効果的とする証拠はあります。
瞑想や休養も同様です。ヨガの影響に関する研究は未だ途中段階にあります。今後は多様な参加者を募り、より大規模に研究する必要があるでしょう。そうすることで心臓発作や発がん率、認知機能、その他に対するヨガの影響を測ることができるでしょう。しかし現時点でも運動や内省、リラックスする方法としてヨガ古来の伝統を享受できるのです。より魅力的な歴史、宇宙の冒険、めまいがするような哲学、自分の体に関するたわいない質問など、まずはこのチャンネルに登録してください。情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。